青コーナーより森田貴文選手、赤コーナーより中島裕樹選手の入場です。さあ、姿を見せました森田貴文、 K1 ワールドマックス日本トーナメント初出場となります。第3代ライズミドル級チャンピオンに輝き、このトーナメント参戦を決めました。しかし森田はこのトーナメントを最後に現役を引退、漫画家に転向することを明らかにしています。さあ、有終の美を飾ることができるのか。佐藤さん、はい、この森田は漫画家志望の K-1 ファイター。そうですね、すごい僕もね、漫画描くの好きなんで共感持ってますよ。あ、そうですか、はい、佐藤さんの漫画も見てみたいですね。僕の漫画めちゃくだらないからやめた方がいいと思います。4コマですか、ギャグ漫画ですか。ギャグ漫画です。競馬の物語です。あ、そうですか、はい、僕も漫画好き。あ、谷川さんも大好き。覚悟ですか。いや、覚悟も好きですね、僕。お、昔は。それはまた後ほどお二人の作品も見せていただきたいと思います。さあ、そしてこちら中島裕樹です。昨年は日本トーナメント決勝戦の舞台、長島ジェーンオズ裕次郎にノックアウト負け、日本一をあと一歩のところで逃しました。その後も3敗して1年2ヶ月ぶりの K-1 のリングを迎えます。昨年とは明らかに置かれている状況が違う中島裕樹。この試合前にはブラジルはシュートボクサーで修行も行いました。朝8時半から夜まで練習漬けでした。さあ、その成果を見せることができるのか。谷川さん、この中島にも期待がかかりますよね。いや、僕はすごい期待してる選手なんですよね。あの70キロの中で世界に通用する体持ってるんですよ、はい、で若いしね。そしてハードパンチャーですよね、はい、ただね、ここと調子悪い、はい、青コーナー175センチ、 70.0kg、 ライズミドル級第3代チャンピオン森田貴文。ライズのチャンピオンとして K1 マックスに初出場、森田貴文。赤コーナー176センチ、 69.9kg、 K1 ワールドマックス2010ジャパントーナメントファイナリスト、中島裕樹。昨年の悔しさをここ大阪で晴らすか。赤コーナーは中島裕樹です。70キロ日本トーナメント準々決勝、3分3ラウンド、延長は1ラウンドで行われます。ニコニコ生放送でお楽しみいただいております。さあ、ニコニコ生放送に寄せられたコメントの数が現在10万を超えました。すごいですね、はい、10万いった。ホムホムって感じですね、この20万いってほしいですね。あ、次の目標は20万。はい、ホムホムですね、はい。このホムホムがどういう意味かというのをぜひ皆さん教えてください。全くわからないです、佐藤さんに。88というのはパチパチなんですね。そうなんです、拍手の意味なんですね、これね。さあ、第1ラウンド試合がスタートです。森田選手ちょっと楽しみだな。はい、 K-1 初登場です、2009年4月にプロデビューをしまして、11戦10勝、まだ負けがありません。10勝1分け、負けがありません、ね、ハイキック、ね、はい、左フック5つしっかりとも。さあ、いきなり激しい打ち合いになりました。右のパンチが当たっています、森田。これあのトーナメントなんで前の試合の、ね、内容とか、ね、見てるんですよ、はい、こういうの微妙に、ね、影響する、影響しますか、はい、右のパンチ中島、はい、前の試合が熱いと言っちゃいますよね、はい、あ、こういう人間の心理って面白いですよね、見てると。なるほど。そうですね、工業なんかやってると、はい、第一試合が本当に重要なんですよ。は、第一試合が KO だとバーっていく可能性があるんですよね、逆に谷川さん、第一試合がこの近敵で、まあ、タイムストップなんか多いと、ガラガラすると
なんかそのまま行っちゃう可能性もあるんですよ、連鎖するんですよね。僕ヘビー級とかピーターアーツとか第一試合持ってくるんですけどね。なるほど、はい、プロモーターとしては本当に第一試合はハラハラドキドキですね。佐藤さんもやはり自分の出番前はモニターでしっかり試合ご覧になるわけですか。そうですね、特に日本トーナメントなんか前の試合とか結構影響しますよ、はいはい、2007年かね、小日さんがアンディ負けたり、宍戸さんが尾崎選手負けたりして、結構動揺しますからね、ということは先ほどのクラスの敗退というのは選手に大きな影響を与えている可能性があります。だから大本命が負けたから、こう例えば、ね、この試合どっちが有利かって言われとる方がこう、うわ俺負けるんじゃないかって思っちゃうんですよね。なるほど、谷川さん、クラスが消えたことで他の選手に一気に可能性広がりましたよね。そう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 、優勝できるなっていう可能性も増えてくると思うんですよ、はい、なるほど。あとはナシロ選手だいぶ消耗してるんで、これ俺が1ラウンドで KO で勝ったらもう優勝だって思って、ハイキック右のハイです、森田。お互いのこのアグレッシブな戦いなのかもしれないし。なるほど、さあボディです、中島。そして右のミドルで返していきます、森田です。森田選手は面白いパンチの打ち方しますね、はい、そして谷川さん手数が多いですよね。正面向いて走りながら打ってくるっていう、なんか歩きながら打ってきますよね。2年前にプロデビューしてまだ負けがないという森田です。11戦して負けがありません。すごいですね、はい、ライズでチャンピオンになってこのトーナメント出場を決めました。パンチが捉えます、森田のパンチ、はい、さあパンチの連打、森田が中島聞いてますかね、来た。中島選手は去年のトーナメントに比べからちょっと調子悪いですね、はい、やっぱ去年ねすごい J オツとの死闘やらクラウスの試合を経てですね、はい、ちょっとやっぱり今そこから伸び悩んじゃってる感じがしますね。これスランプに陥ってるんですかね。去年の日本トーナメントから3敗を喫しています。中島裕樹前蹴りを出します、ローで返していきました中島です。ただ本当伸びてほしい人なんですよね、はい、ボディーブロー。ここでゴング、第1ラウンドが終了です。さあ第1ラウンドが終了しました。佐藤さん、はい、まずは2人とも本当にアグレッシブですね。そうですね、でも戦いの中で少しずつ森田選手がペースを握ってきたかなと思います。技の正確性はパンチ当ててるのは森田選手の方が多いですね、はい、谷川さんはこの最初の3分間どうご覧になりました。僕も森田君の方がいいと思います。ははさあオープンスコアリングシステム、ジャッジ2名は10対10のイーブン、1人は10対9、青森田につけています。森田選手は昔のキックボクシングの名選手の本瀬国秀さんっていう人 の, パンチの力に似てるんですね。なんか歩きながらパンチ打つ、歩きながらパンチ打つ、変わってるよ、はい、変わってますね。これ佐藤さん相手としてはやはりやりにくいわけですか、歩きながら。そうですね、サウスポーだったりオーソドックスだったりするんで、ローキック狙ってたりしたら結構分かりにくいですよね。ははー、